コース、こちらでは皆さんもご存知の通り、小学校、中学校、高校の保健の先生になるためにこのような資格を取得します。機会を同じ、まあ、受験料を払うのであれば、入試の機会を減らそうと思った場合に、負担を増やすことなく、チャンスだけが増えるというような形になりますので、この話は。どうですか？学食は美味しいですか？おすすめですか？おすすめは、そうですね、私が今食べてる、ちょっと汚いんですけど、チキン南蛮です。おすすめです。カレーも美味しいですよ。カレーはどうですか？美味しいです。5人叩いて帰っといて。幼稚園のお友達立ちましょう。1-4やと思うと、じゃあ、4人、含まれて。